はい、ミリシタです。ミリシタで、超ビーチバレーガシャが始まりました。風花さんがいますので、今回ねこのガシャを回したいと思います。もう本当これ前にあれですね、投票したやつですよね。そう、私風花さんにね投票してたのですごい嬉しいです。まあ私はじめ三姉妹の長女の方に風花さんね投票してたんですけど、もうこれはもうダメだと思って見たらビーチバレーが一番良さげな位置にいたのでね、もうそれ以降風花さんのビーチバレーのなんだっけな、なんか親分みたいな、なんかすごいっていうかこのカードからしてめっちゃ強いよね。っていうかこの風花さんめっちゃ欲しいんですよね。本当に欲しいです。はい、ということで、今回ねこの風花さんとあとさよこちゃんですね、さよこちゃんも来てますのでこの2人を狙っていきたいと思います。はい、そして、これですね、覚醒前がこれで、挫折からのなんかちょっと一皮むけた感じしかも衣装がねなんか水着なんですよね。めちゃくちゃ水着ですね。ほんと、いやー夏の終わりにね来ました、水着衣装。そしてあれ、あ、待って、上にいた風花さん。そう、この覚醒前の風花さんめっちゃ好きなんですけど、なんかほんとちょっとねなんか闇の部分がなんか出ててすごいいいです。そしてね覚醒後めちゃくちゃ水着じゃん。めちゃくちゃ水着ですね。そう、限定で限定ではすごいなんかドレスみたいなので工場でこういう水着みたいなのなんですね。なんか工場で水着か、なんか新しいかもしれない。そして、なおちゃんがね S レアで出てきてますね。間違えて提供割合に言っちゃいましたけどはい、まあ、ちょっと提供割合見て 0.495% か。はいはい、このなおちゃんも可愛いですね。ビーチバレーのねなんかめっちゃなんかシューって言ってますけど、私の知ってるビーチバレーではないかもしれないこれはい、ということで回したいと思います。ではまず初めにね1日1回優勝の方を回したいと思います。この2人は工場なのでまあそこまで回さないっていうか、もう30連引いて30連ってはもう決めてるんです。そう、さっきチケット衣装とね優勝と無償のどっちかでね交換できるやつあるじゃないですか。それで無償の方でね、あ、持ってます、はいはい、志保が来てくれました、ありがとうございます。あれでねやっと初めてチケットで交換したので、チケット、あ、ジュエルで交換したのでね、そう3タイプのやつ交換してきたんで、これでなんとしても、そうなんとしても出したいそう、あ、最高の1枚っていいんじゃない。あれ、最高って SS レア確定ですよね。やばい、お願いします、お願い、風花さんめっちゃ欲しい、本当に欲しい、はい、お願いお願い、はぁ、G メリアルよ。あー、ロードしろ、ロード、はるかちゃんですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、可愛いですね。あれ、はるかちゃん無料の時に来てくれたんだっけかな。あ、そうだ、もう着てるよって、そうだ、私前のいつだかのガシャでなんか突っ込んだ気がする、もう着てるじゃんって。はい、ありがとうございます。いやでもね SS レア嬉しいです。あんまねガシャ引かないんでねピースもねなかなかゲットできないので嬉しいですね。じゃあ S レアをなおちゃんと思う。はい、いや、惜しいですね。はい、いや今ね貯めてるね石はねちょっとやっぱあずささんのね限定の復刻の時にねちょっと
一気に回したいなって思ってたんですけど、あずささんの復刻っていつくる、あ、ゆりこちゃん持ってないです、かわいい、ゆりこちゃん持ってないです。たださ、最近育成がね、育成がめちゃくちゃ大変で新規のエスレアの子まだ育成できてないんですよね。あれのやつね、1周年のたくさんもらったカードの育成がね、すごい間に合わなくても大変でいや楽しいんですけどね、覚醒すると石100個もらえるし。はい、それでは2回目、何も言わないけど、何も言わなくても、何も言わなくても来てくれるときは来てくれるからはい、金です。じゃあなおちゃん来て。いや工場と分かっててもやっぱり引きたくなるよねっていうね。あー、ふうかさんかわいいそう、めちゃくちゃ前これ求めてたやつですけど、そう、もうこの前の無料の時にね、お迎えできたんで。いやでもかわいい、ほんまに、ふうかさんもう絶対欲しいはいはいあと残り10連か、出る気がしねえなおちゃん来い、あみちゃんですね、ありがとうございます。はい、ということで残りラスト10連になりましたので、ふうかさんみんなのいい表情が取れましたよみんなのいい表情ね、うん、いい表情は大事だからね。はいはい、ありがとうございます。スキップあ、待って、なおちゃんいるかな、もしかして。なおちゃんいないし、あ、でもふうかさんまた来てくれたよ、あんなに前来なかったのに、めちゃくちゃふうかさん来てくれた。はい、ありがとうございます。はい、ということで、まあ、30連番はしましたが、まあ、ふうかさんもさやこちゃんもお迎えすることが、ごめん、なんでもないです。なんだって感じですけど、はい。まあね、まあ、お迎えできませんでしたが、まあ、これは工場なのでね、うん。そうですね、優勝もちょっと買い足したので、そうですね、1日1回優勝にもうかけながら、ちょっと期待しながら、ね、28日まで回したいと思います。はい、ありがとうございました。